だぜかなりいい合宿だったぜさあ抽選会のお時間どこになるかなこれだS ランクは楽グループだな。いい位置引けたな。夏の甲子園、オーダーを発表するよ。1番セカンド、ピカチュウ。2番センター、マリン。3番ライト、キング。4番サード、ミスター。5番キャッチャー、板橋。6番ファースト、ライト。7番レフト、ナイト。8番ショート、鈴木。9番ピッチャー、村山。ベンチ入りのメンバー。2年生ピッチャー、山野。1年生ピッチャー、米田。3年生内野手。プー2年生内野手、リズム2年生内野手、ペガサス1年生内野手、アライ3年生外野手、スカイ2年生外野手、ハート1年生外野手、尾形3年生ベンチ外、ヒーロー3年生ベンチ外、マジ。総合戦力は、B。ヒーローとマジは申し訳ないけどベンチ外。全力で夏のてっぺん取りに行くぞ。1日目の第1試合か。うちはオープニングゲームだったか。初戦から大暴れしてこい。第1試合の模様をお届けいたします。一塁側、広島代表、名門、モズレー。三塁側、茨城代表、高萩。憧れの舞台でひたすら勝利を目指します。さあ甲子園夏のドラマが試合は予想外の投手戦に1対0、村山、とうとう打たれてしまいました。チャンスだけど村山か。負けてるだけに先に動くしかない。ここで早くも交代か。代打、ハートチュアン。ここで代打の女神様ハートちゃん。なんとしてもここで同点に追いつきたい。頼むよ。おぉ超えたーハートチュアンさすがランナー2塁でストップハートタイムリーツーベースヒットモズレーなおもチャンスさあピカチュウも続け一気に楽天まで行きたいでー出たうしし。さあ勝ち越しのチャンスに待ったさあマリンチュアンだ今日は当たってないけどどうなるか。ハートチュアンも回ったー。2点差はでかいでー。キングも続けよう。ピッチャーにも相当ダメージ入ってるはずだぜー。カット打ち発動逆転されてこの粘りは相当ダメージなはずだピッチャ
めっちゃ粘る。キング打ちました。バットが早く出過ぎて、ダメか。クソアロタ、あれだけ粘られてヘロヘロだったんやろな。これは敵ながら同情するで。モズレー、なおもチャンスが続きます。バッターは3年生だ。ミスター、もう楽にしてやれ。打ちました、痛烈、さらに伸びていく。行きました。これであの投手も成仏できるだろう。ゆっくり休んでくれメンス。しかし7回には変わった米田が失点。米田しっかり。その裏すぐさま塚中がタイムリー。取られても取り返すで。試合はそのまま最後に山野が締めて勝利。見事な楽天勝利だったで。一気にひっくり返せてよかった。1回戦突破になりました。米田はまだまだだな。まあ村山はまだあと1年いるから大丈夫だ。マリンチュアン満塁女ゲット。満塁女はロタ。さあ今日も打ちまくってくれよ。相手は福島の高校か。大会2回戦第1試合の模様をお届けいたします。一塁側広島代表名門モズレー、三塁側福島代表喜多方、万来の拍手に送られて守りに散っていきました。ご覧のスターティングオーダー、守備が非常に来た。試合は3回。ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、大儲け儲け。ジョマ、マリンちゃん回った。すげー積極走塁。そんな走塁良かったっけ。そういうわけじゃないんだな。その後2点を追加し4回、マリンチュアンがタイムリー。この試合もロタで。これは頭脳プレイ。わざとワンバンまで待ったな。村山も粘りのピッチング。村山以上。その後8回。入った入った。これがとどめの一発だな。今日の打線は元気だで。スタンドからの祈りが活力となりました。さあチームメイトからの祝福を受けます。試合はそのまま最後に山野が締めて快勝。今日は完封リレーで勝てたな。この調子で頼むぜ。夏の甲子園大会2回戦を見事勝利しました。あー、ナイト対左ダウン。今日も投打に圧倒するぜ。そして応援団が詰めかけています。大会9日目甲子園大会3回戦第1試合の模様をお届けいたします。一塁側広島代表名門モズレー、三塁側島根代表名門雲南。強いな。意外で意外マックスか。今日も満員です。試合は同点の5回。ギリギリ入った。ライトのホームランで勝ち越し。ライトよく打ってくれたで。レフトスタンドへ吸い込まれていった。スタンドからの声援が力に変わったホームランです。さらにチャンスを作り村山が追加点。それでいいで。さらに1点追加、3対1。続く6回にはライトがタイムリー。ライトは今日大当たりだ。あっと送球された。モズレ1点入りました。打ったサードホーム投げろ。バックホーム間に合ったか。味方がやるとぶち切れるプレー。モズレ打ちました。1、2塁間への当たり。2塁送る。2塁セーフ。セーフセーフ。ワロタ怒涛のフィルダースチョイス。バッターはピッチャー村山。村山お疲れさん。一気に畳みかけようぜ。ハートチュアン頼んだよ。さあ満塁で代打の女神様ハートちゃん。さあ持ち前のファイトが全面に。カット打ち発動。さあ結果はどうなるか。めっちゃ粘っていく。しました。ボールカウント変わりません。お強い当たり。さらに伸びていく。見上げた。怒涛のフィルダースチョイスからのグランドスラム。
そりゃ投手はたまったもんじゃないな。ハート中アン初ホームランをめでたし、采配ピシャリだったな。楽勝ムードも7回に米田が飛翔。まだ1年生にしても米田はピリッとしないな。今の1年野手は能力かなり低いからな。この世代のエース米田が安定しないとマジで暗黒だぞ。試合はそのまま最後に山野が締めて勝利。ナイスゲームだったぜ。結構強い相手だったけど、これだけ大勝できてよかったぜ。さあ準々決勝だぜ。優勝まであと3つ、気を引き締めていくぞ。大会準々決勝第1試合の模様をお届けいたします。一塁側広島代表名門モズレー、三塁側秋田代表強豪大型。万歳の拍手に送られて守りに散っていきました。ご覧のスターティングオーダー。モズレー先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でバッターは3年生全力チェック。緊迫した場面が続きます。マウンド上は秋元。キャッチャー B か。スタミナは低いな。徳の上もおい。さあ先制するぞ。先制ならず。得点圏にランナーを送りましたが、おい先制されたか。モズレー追う展開。2点を追う展開。走れー。関掴んだ。一塁送球。くそー。これはアウトです。スリーアウトチェンジ。おい自動で終わるんですが。おかしいだろ。モズレーダメ押しの村山、これ以上はダメだぞ。指示できれば打たれねえだけに自動失点がほんと鬱陶しい。このまま自動失点で終わらないよな。今日は打てないな。こいつはスタミナが低いからもうすぐチャンスが来るはずだ。これはピッチャー正面、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。オーガリードで迎える。防戦一方つらいです。次の1点は致命的だからな。村山踏ん張れ。はぁ、ここでラーって自動失点といい、これ負けイベントか。それくらいここまではひどすぎる。伝令だ。開き直って投げてこい。さすがにノーアウト2、3塁は厳しいな。ここは前進守備だ。珍しくヒットか。初球から打ってった。ショートが当たってアウト。これでワンアウト。ランナー釘付け。ピータースうまくさばいています。これで強い。ここで絶対油断するなよ。打ちました。初球打ち。1、2塁間。しのいだー。村山ナイスー。いやーこれはあったれ。さあ絶対楽天するぞ。モズレ追う展開で先頭出たぜ。とにかくつないでいけ。頼むぞナイト。あーんランナーは進んだけど今は溜めないとダメなんだよな。鈴木出ろよ。鈴木が出て代打ハートちゃんかな。
ッチ。鈴木ナイスバッティングです。初安打。バッターはピッチャー村山。お疲れさん。代打ハートチュアン。さあ代打の女神様の時間。前の試合の代打満塁ホームランを思い出せ。ホームランで同点だぜ。持ち前のファイトが前面に出てきました。ただが集中。アルボ打ちました。さあここもカット打ち。乱数調整きた。粘っています。打ちました。完全に振り置く。打ちました。まさかの三振。マジか。ピカチュウ当たってないけどここで打てる。嘘。一塁送球飛び込んだ。これは執念のヘスラ。サードもいい守備だったぜ。さあでもまだ2点差だ。マリンちゃん打ってくり。ダメか。結局1点止まり。3対1モズレー、あと2点を追いかけます。ここは山野で。山野三者凡退よろしく。こらいきなり。オーガリードで。超いただしい。女房が助けたな。モズレー、この回はクリーン。さあクリーンナップからだぞー。続投ならワンチャンあるぞ。そろそろバテそう。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。打ちました。キラオカ。クソー、ワンアウト。キラオカそのままベースを踏んでアウト。キング、いい当たりでしたがファーストゴロに。ミスター出てくれー。今日当たってないミスター。打ちました。セカンド正面。セカンドから一塁送球。あかん、追い込まれた。ここは意地を見せてほしい。バッター広島の怪物。まだだ、野球はツーアウトからだ。怪物いた場所なら期待できる。ここ見ろ。もっかい出たー。バッターは3年生。これでホームランで同点か。ライト頼むぞー。抜けたー。ツーアウトから怒涛の連打。モザベイカーズ高校の夏はまだ終わらない。さあナイトホームランで楽天さよならだぞ。ホームランで楽天さよなら。ここは代打だ。ふわ、ナイトに代打。ここはパワーアルプーで行くぞ。代打の切り札一番手だったのにハートちゃんにあっさりその座を奪われて。パワーあるのに未だにホームラン打ててないプーで大丈夫？僕はプーを信じる。マジか。ピンチヒッター。プー、起用されたからには思い出代打で終わるんじゃねえぞー。プー、三振かホームランくらいの気でいけ。さあどうなることやら。追い込まれた。邪魔。いってー。よっしゃー。代打楽天さよならスリーランホームラン。プー、本当によくやってくれた。まさかツーアウトランナーなしからこんな結末になるなんて。これは令和の夏の甲子園伝説の一戦になりますわ。一発で蹴りをつけました。夏の甲子園大会準々決勝戦を勝利しましてベスト4が決まりました。いやー自動失点に変なエラーと言いながらは完全に負け試合だったのにな。9回2アウトランナーなしから奇跡の大楽天勝利。この勢いなら絶対全国制覇待ったなしの流れだが。名門日高、万雷の拍手に送られて守りに散っていきました。